そんな飲んだんすか。マクドリーもあるナイス。大変的に覚えてる。おお、でけえ。スターマークも出てるし。今は1 3 4 5段目開花。6段目開花で収穫だよね。目安、そうですね。もうちょっとだ。やっぱチェストマートとしての出荷は12月18日だね、この調子でいくと。去年と同じですね。ね、よくできてるよね。でもまあ2年目だから、3年目もそうだったら間違いない。みそら。さあ、まろかな。なんかちょっと細いね。細いっす。で、石炭がやっぱり長い。まあでも、身のなり具合は同じような程度。でもやっぱ小さいですね、実が。初段も。あ、確かに。かけてるストレス度合いは一緒です。それで玉の大きさに違いが出るの。去年初段はカレンもミソラも同じサイズだったね。リンカーもでかくて、この新品種2つはちっちゃいんだね。うん、サンドロでかい。まあ明らかだよね、石棺ね。いろんな種類やってみるもんだね。一種類にしたいっす。切実だ。さあ、そして一番いいところが、おお、赤くなってんじゃん。なんか綺麗なオレンジっすよね。こういうもんなんすかね。これに聞いちゃう？はい。前田のトマト専門家。フルティカは会ったことないっすもん。おい、専門家。おはようございます。本日が11月1日、11月に入りました。もう11月っすよ。結構予想だともう収穫できてるんですけどね。そういえばそんな話を前の動画でしたやん。やっと色づいたね。それなのもう食べれそうじゃん。フルチカってオレンジなんすか。そんなことないっすよ。ドラゴンボールみたいっす。その表現もちょっと間違ってると思うぞ。ドラゴンボール見たことないですけど、こんな感じじゃないですか。見てから言えよ。お前、スターウォーズのネタもそうだったよね。さあ、じゃあ今日はとにかくここにもう実がついた時点で、ここでこの状態っていうのはもうアウトです。ダメなんだね、はい、やっぱどうしても大きくならないです。でここに対してやってあげるのはこれ敵、花の方の敵化だね。そうしないと上が育たない。で、こっちまで切っちゃうと敵に、うん、本当はここで切りたいですけどね、味良くしたいなら。